右の器が肉吸い肉吸いは大阪の一部飲食店に見られる料理。肉の吸い物の意で簡単に言えば肉うどんからうどんを抜いたもの。鰹節や昆布などを使った関西風のうどんつゆに薄切り牛肉と半熟状態の卵が入っている。卵なしや豆腐入りのものも存在する。南波ば千日前にあるうどんや千歳が発祥とされる。 1980年代後半に、吉本新喜劇の俳優である花木慶が、出番の空き時間に店を訪れ、二日酔いで軽く食事をしたかったために、肉うどん、うどん抜きでと注文し、当時の店主がそれに応えたことから誕生した。その後は口コミで世間に広まり、店一番の人気メニューとなった。ダウンタウンやアカシアさんまといった芸人が、うどん屋なのにうどんを出さない店と、 テレビやラジオで言及したことが宣伝となり、千歳は名物店となっていった。多くの有名芸人が食べていることもあり、吉本芸人の間には、千歳に行けば売れるという原担ぎが生まれている。後年には、大阪以外の地域でも知られるようになり、豚肉や油かすを用いるなど、様々なアレンジが生まれている。サークル系サンクスは、コラボ商品として、レンジアップスープ、 シトセニクスイを期間、地域限定で2008年2月に発売し、好評を博したことから2010年2月には期間限定で全国販売した。ありがとうございます。